アウグステ・フリーデリケ・フォン、ヘッセン・ホンブルクは、ドイツのヘッセン・ホンブルク家の公女で、メクレンブルク・シュベリーン対抗生子、フリードリヒ・ルートビヒの三番目の妻。ヘッセン・ホンブルク・紅白・フリードリヒ五世とその妻で、ヘッセン・ダルムシュタット・紅白・ルートビヒ九世の娘で、あるカロリーネの間の、第六子、四女。姉妹たちは年頃になると皆結婚して、家を出て行ったのに対し、 アウグステだけは、病かちの父の世話をするため結婚せず家に残った。1818 18年4月3日、42歳の時に、メクレンブルク・シュベリーン対抗生子、フリードリヒルートビヒト・ホンブルクで結婚。夫は結婚して1年半後に亡くなり、間に子供も得られなかった。しかも夫は2人の妻に先立たれた男やもめで4人の子持ちであったため、アウグステは、 夫の維持たちの世話に洗練せざるを得なくなった。アウグステは特に夫の次女ヘレーネとは親密で愛情、深い母子関係を築いた。ヘレーネの母カロリーネとは、十姉妹同士であり、死の床にあったカロリーネに、夫の後添えとなりヘレーネの新しい母となるよう、懇願されていたのであった。94歳の高齢で亡くなり、ルートビヒスルスト常識地内のヘレーナ・パウローブナ、 霊病に葬られた。ありがとうございます。